ヨハンエリク・カルビン・エルマンデルは、スウェーデン出身の元サッカー選手。元スウェーデン代表である。現役時代のポジションは FW。ガラタ・サライ SK でのエルマンデル初期の経歴デビューした頃はストライカーだったが、ホルマルンズイフとエルグリーティーズでは、センターハーフとしてプレーした。18歳の時に、オランダエールディビジのフェーノオルトに移籍し、やはり、 ミッドフィールダーとして起用された。トップチームのレギュラーではなかったが、2001から02、シーズンの UEFA カップでは決勝に進出し、決勝のボルシアドルトムント戦では途中出場して、優勝カップを掲げた。2002年には、母国のユーロゴーデン・イフに、レンタル移籍し、アルスベンス間のタイトルとカップ戦のタイトルの2冠に、輝いた。2003年には、 リーグ戦で2連覇を果たしたが、出場試合数が少なすぎたために3つの優勝メダルのいずれも受け取っていない。2003年には、ナック・ブレダにレンタル移籍した。ブレンビー2004年夏、デンマークのブレンビー・イフに移籍した。ミカエル・ラウドルップ監督が採用した4から3から3フォーメーションの中で、1トップの後方を自由に動き回るプレーメーカーの、 役割を任せられたため、期待されたほど多くの得点を上げることはできなかったが、チームはリーグ戦とカップ戦の2冠を達成し、エルマンデルはチームのシーズン最優秀選手に選ばれた。特にリーグ戦では2位の FC コペンハーゲンに勝ち点12差をつけて圧勝し、その創造的なプレーで光り輝いた。2005から06シーズンは12得点と得点数を増やし、 得点ランキング6位となった。在籍した2シーズンで、リーグ戦58試合に出場して22得点を上げ、ヨーロッパの多くのクラブの注目を集めた。トゥールーズ2006年7月7日、フランスのトゥールーズ FC と4年契約を結んだ。移籍金は公表されていないが、450万ユーロから500万ユーロと推定されている。2006から07シーズンには、 リーグ戦で11得点を挙げ、リーグ1所属選手によって選ばれる、リーグのシーズン最優秀選手にノミネートされたが、結局オリンピックリオンのフローラン・マルダが受賞した。このシーズンには、オリンピックリオンとオリンピックマルセイユに次ぐ3位となり、UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を獲得した。 2007から08シーズンの同大会予選3回戦では、イングランドのリバプール FC に2試合合計0の5で敗れ、本戦出場はならなかった。2007から08シーズンもリーグ戦で11得点を挙げた。ボルトン2008年6月27日、イングランドのボルトンワンダラーズ FC と3年契約を結んだ。移籍金は、 ボルトン史上最高額の820万ポンドであり、代わりにダニエル・ブラーテンがトゥールーズに移籍した。8月1日、敵地キ,キープモートスタジアムで行われた、ドンカスター・ローバーズ FC とのプレシーズンマッチで、デビューし、前後半に1得点ずつを上げた。8月16日のストークシティ FC 戦で、公式戦デビューし、ヘディングでリーグ戦初得点を上げた。 2008から09シーズンは30試合に出場し、5得点にアシストの成績を残した。2008年12月から2009年9月まで9ヶ月間も、ゴールに見放されたが、フットボールリーグカップのウエストハムユナイテッド FC 戦のロスタイムに、得点して、屈辱の記録を打ち破った。アストンビラ FC 戦では11ヶ月ぶりに、プレミアリーグでの得点を決めた。 2009から10シーズンは、ケビン・デイビスが、不動の存在であり、エルマンデルは25試合出場3得点に終わったが、2010から11シーズンはついに得点能力を取り戻し、開幕から13試合の間にすべてホームの、リーボックスタジアムで6得点を挙げた。11月には得点ランキング首位に立ったが、その後は、チェルシー FC からレンタルで加入した。 ダニエル・スターリッジとデイビスが2トップを組み、エルマンデルは右サイドハーフやセンターハーフで起用された。不慣れなポジションで守備などに奔走し、効果的なパスを繰り出すなど器用な一面を見せ、9大点の評価を受けた。12月27日の WBA 戦から2011年3月12日の FA カップ6回戦のバーミンダムシティ FC 戦で、 得点するまでの3ヶ月間で3得点に終わると5月20日の記者会見で応援コイル監督はエルマンデルはガラタサライエスケーに移籍するだろうと発言しエルマンデル自身も同月下旬にはクラブを離れる意思を固めたボルトンでは3シーズンでプレミアリーグ92試合に出場して18得点し FA カップでは11試合に出場して3得点し フットボールリーグカップでは5試合に出場して1得点した。ガラタサライ2010から11シーズン終了後に、ボルトンとの契約が満了し、2011年5月30日、トルコのガラタサライエスケート3年契約を結んだ。ノリッジ2013年8月21日、ノリッジシティ FC にレンタル移籍が決定し、2年ぶりにプレミアリーグに復帰した。 ブレンビー復帰2014年6月24日、ブレンビーイフへの復帰が発表された。エルグリーテ2018年1月5日、次の世代に道を譲りたいとの考えから、現役引退を発表した。2002年2月13日のギリシャ戦で、スウェーデン代表デビュー。2003年2月16日、キングズカップのカタール戦で代表初得点を含む2得点を挙げた。 この大会では、対戦でも得点しており、スウェーデンの2年ぶり3度目の優勝に貢献した。2005年6月4日、2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のマルタ共和国戦で得点した。スウェーデンは、首位クロアチアとの直接対決に2敗して、グループ2位となったが、各グループの2位国の中で最上位となり、2006FIFA ワールドカップ本大会出場を決めた。 2006年10月7日に行われた UEFA ユーロ2008予選のスペイン戦では首位を争う相手から先制点を奪って勝利に導いた。2008年にスイスとオーストリアで共催された UEFA ユーロ2008本大会ではグループリーグ3試合に出場。ギリシャとの初戦はズラタン・イブラヒモビッチに代わって途中出場しスペイン戦。 ロシア戦は右サイドハーフで先発出場した。兄弟のペーター・エルマンデルとパトリック・エルマンデルもプロサッカー選手であり、アルスベンスカンでプレーしている。2007年12月27日、高校時代からの恋人と彼女の地元で派手な結婚式を挙げた。かつてのチームメイトであるキム・シェルストレームやヨン・ヨンソンなど200人以上の招待客が呼ばれ、式後には アイドル歌手のクリスタファー・ハイリングがパフォーマンスした。2008年8月には、ウイゴが誕生し、2010年11月18日には、第二子が誕生した。デンマークサポーターの乱入と主審への暴行により、スウェーデンが3-0で勝利扱いとなった。ありがとうございます。